マパンのみんなの園芸の時間だよ。今回は買ってきたばかりのハーブミントの苗の育て方や植え替え方について。苗は買ってきたままビニールポットに入れたままでは元気に育たない。ミントは成長が早いので一回りから二回りぐらい大きな鉢にすぐに植え替えてあげよう。植え替えは春から秋がベスト。真夏は避けた方がいいよ。ミントは水はけと水持ちが良い土に植えてあげよう。配合されたハーブの専用土を使うのもクマパンはいいと思うんだ。ではアシスタントコビ、作業をよろしく。クマクマシュー。ポットから苗を出して高さを見ながら植え替えてあげよう。ちょっと横に角を落とすね。さっさっとしたらあまりね崩さない状態で今回はこうやってね。ミントの苗に肥料をあげすぎちゃうと香りが弱くなってしまうことがあるので、植え替える時に元肥を入れてあげるだけで十分。専用土をね今回みたいにね使ってんだけど、その場合はそのままで OK なんで簡単だね。こうやってギュッギュッと押しながら植え替えてあげよう。ミントはお水が大好きなハーブなので、植え替えたら鉢の下からお水が出るぐらいたっぷり入れ替えてあげて完成です。これは数年前から育てているミントの株。冬の間地上部が枯れた状態で冬越しして、春になりまた葉が出てきたんだ。あっという間にこんな高さに。このまま葉が茂りすぎると蒸れの原因にもなるので、収穫を兼ねて摘み取りをしてあげよう。摘み取りの時にカットするのは新しい葉が出てきた節の少し上の部分、この辺だね。切るよ。チン。カットしたこうやってすぐ下の節から新しい葉が出てくるので、ボリューム感のある苗に育つよ。さっきカットしたミント、下の方の葉を取り除いて少しお水に挿してから土に植えれば挿し木も簡単にできちゃうんだ。またはね、このまま根が出てくるまでお水に挿しておくと発根するので、その後鉢に植え替えてあげてもいいよ。挿し木でも簡単に増やすことのできるミント。さあみんなもミントを育ててみようよ。じゃあまたね。コマコマシュー。